このうずきがね、すごい綺麗なんだよね。可愛いとかじゃなくて綺麗なんだよ。超好きですね。どうも、ピュア25です。まあ、本日もね、動画撮っていこうと思ってるんですけど、この動画ですね、まあ、一つ前に上がっている、ひなこさんのガシャ171円。血気盛んな、非常にサバイバーの動画をね、撮った後に、ちょっと時間空けて、先輩がうざい後輩の話、実は最終話まで見てきて、撮ってるんですけど、今回は何をしていくのかと言いますと、すごい安心で安全な動画をね、撮っていこうかなと思ってます。何していくのかと、こちらになります。メモリアルガシャです。よーし。メモリアルガシャのどこが安心で安全なのかと。ルナ社員の数を見てください。298個。天井もうすぐだし、もう少しなんですよ。バカみたいに噛んだな。天井もう少しなんですね。ねえ。で、あと2あるじゃないかと。ね。スタジュール見てもらえばわかるんですけど、73。なかなかデレステで2桁って見ないぜ。0とかさ、3桁ならわかるけどさ、2桁ってなかなか見ないぜ。ね。で、そうね。まあ、これ、スクエスなら11年引けますけど、まあ、デレステ引けないんですよ。で、じゃあどうやってやっていくのかと言いますとですね。まあ前の動画で私は実はこのアイテム、プラチナガシャチケット2枚残してるんですよ。なので、今回はこれを使って、まずは300個到達させてから欲しいアイドルをね、安心安全に獲得していこうかなと思っています。まあもう若干、欲しいアイドルは決めてきていますので、まあ2人なんで、ちょっとそこが迷うかなと思うんですけど、やっていこうかなと思います。行きましょう。もう平和だね。うん、ここでSSR 出てくれてもいいんだけど、まあ、出ないよ。うん、そんな簡単に、ちゃんみよだ。いや、こんなに気張らなくていい動画、久々、でかい、ガシャ久々。うん。はい、ありがとう。よし。ありがとうございます。300個です。これで、ルナ社員300ということなので、ね。ルナ社員を所持しているスカウトに行けるということでございますね。いや、まあ、待ってもいいんだけどね。ただ、普通にこのガシャにね、欲しいアイドルがいるので、普通にそっちをね、引っていこうと思ってます。うわ、ルナ社員300だぜ。ここまで結構余ったもんね。今回の無料10連を、ほとんど、正月の無料10連はね、全部メモリアルガシャにかけまして、これね、後で考えたらね、普通にひなこさんの方にさ、無料10連ね、やってたらね、引けたのよ。天井。だから、ちょっと後悔したんだけど、まあ、ただね、300いったので、これはこれでね、まだいいのかなと思ってます。ね、じゃあ早速ちょっとスカウトしていきましょう。また長いんでね、ロードがね。ちょっとカットを入れながら行きたいと思ってます。ってことで終わりました。いやもうこれすごい限定だぜ。おい、限定がこう選べる場所にこうボンって出てくるのってさ、何周年記念のさ、スカチケしかないじゃん。すげえ貴重よ。早速じゃあちょっとね、欲しいアイドル、一人ずつね、二人いるんで、一人ずつ見ていこうかなと思ってます。これよ。これです。いやー、まずはコーヒーですね。私はこっちのビタースイートタイムの方が欲しくて、貯め始めたと言っても過言じゃないんですよ。すごいね。いやー、これ欲しいんだよ。これの特訓後めちゃくちゃ好きなんですよね。もうこれがやっぱ第一項ですね。眉好き。よーし。眉好きです。よー、トリートはトリートよ。これの特訓後、魔女眉ですね。いやー、これは欲しいよね。どっちかなんだよなー。ボイス聞いてく？
いや、マユのボイス全部やべんだよな。いや、超平和でめっちゃ楽しいわ。いや、これは超平和よ。いや、うずきもいいんだよね、実はね。ちょっとうずきもちょっと見ていこうか。間違えた。危ねえ。おいおい、これ聞いたらうずき欲しくなっちゃうじゃないかよ、もう。たまんねえよ、おい。あー、どうしよう。いや、でも、うん。いや、でも、やっぱ、私のあれですよ。あれですよ、やっぱりその、まあ、私のその、デレステの第一目標っていうのは、担当5人、まあ今6人。そうそうね。担当今6人なんですけど、まあ担当6人の SS、あ、まあ、担当6人なのが最近だからさ、担当5人の、SSR を全部揃えるっていうのが、私のまずデレステの第一目標ですので、やっぱそう考えると、うずきは持ってる。眉もある。じゃあ、元のね、ひなこさん増える前の担当5人。誰が SSR いなかったかっていうと、先日まで、今年の年明けまでは、コヒと、赤リンゴ。二人だったんですけど、前回の、スカチケで、赤リンゴは、手に入れたということですので、まあもう、スカウトするアイドルは、このアイドルに決まってます。行きましょう。平和だ。すげえ平和。いや、もう刺繍ついてる。はい。やった。よし、やったー。早くもう、これは特訓させたいんですよ。本当に。よかったなぁ。ルナ社員頑張って貯めた甲斐がある。うん。またこれから一から貯め直すんだけどね。ただもう、納税もできないから。納税できんな。納税はできるな。納税できるけど、もう、これ貯めるのきつかったよ。ということでありがとうございます。ちょっとね、この後特訓しようかなと思ってます。じゃあ特訓、新アイドルね。まあ、飴とかあげてね。あげていこうかなと思ってます。プロデューサーさん、本当にごちそうになっちゃっていいんですか？なんだか申し訳ないです。え？プレゼントのお礼？そんな、いつも私の方がもらってばかりですし。私はお菓子の館の女主人だ。
君のように迷い込んだお客をもてなすのが仕事さ。つかの間だが甘くほろ苦い時間を共に過ごそう。言えました。人生において苦味こそが甘みを引き立てるアイドルのでしょうか。やったね。大好き。本当にこれ大好き。大好きなのよ、マジで。この SSR の海徳くんごマジ好きなんで、ほんと今回やがったわ。これでね、私の最初の5人の担当、まあ、ひなこさん入れずですね、5人は、全部 SSR になりました。やったよ。あとで MV 撮りそうになっちゃうね。いや、たまんね。ありがとうございました。ということで、バイバイ。